熊本豪雨被災者支援小型仏壇無償提供反響続々 FM 熊本さんから電話取材以来それとですね大阪から社長新聞今見とるわあんた偉いわ応援するよとありがたいお電話いただきました本当に頑張りますのでよろしくお願い申し上げますはい金箔が吹いてもはげない国産仏壇 お仏壇の販売が、転職な方、後きでございます。2020年9月の24日、木曜日。今、ちょうどですね、朝5時43分。えー5、543になってるのかな ?543 でございますね。あ、もうそこ43になったらすごいですけどですね。はい。朝の家でございます。はい。えー、今ですね、えー、まあ、先ほど言いましたね、5時43分ですね。はい。えー、外はまだ真っ暗で、今日は雨が降っておる外気は20度でございますね。はい。えー、まあ、それはともかくといたしましてですね、 ありがたいことで、反響続々、えー、人吉、熊、坂本あの、実はですね、昨日あのフェイスブックの友達の坂本あの上田様から連絡があって、ですね坂本町は八代なんですね、俺じゃ熊、坂本一緒だと思ってたんですよ、あっちは八代市になるんですね、はいもちろんもちろん、坂本さん、先生、八代の方もですね言ってください、やっぱり被災してらっしゃる方、いらっしゃると思います。人吉熊坂本豪雨 えー、水害仏壇無料提供ですね。ありがたいことに行くのは FMK。 FM 熊本さんから連絡いただいてですね、今度あの、FMK のですね、FMK 熊本復興応援プロジェクトウィズっていう番組があるそうなんですよ。で、この子で、それにあの、電話取材させてもらっていいですかということで電話いただきました。もありがとうございます。はい。あの、ありがとうございます。29日また電話いただけるそのことでですね、えで、ー、来週の日曜日ぐらいかな、放送って感じです。そうですね。はい。で、それとありがたいことです。それとですね、大阪のお父さんからですね、電話いただきました。シャチャーって。 社長偉いわーって、お、何すかみたいな感じだったんですけど、今、新聞の切り抜き見とるで、ね、朝日新聞、朝日新聞にも載ったんですかねあの、で、あの、検索したら、朝日新聞で熊本防衛大社支援、小型物産無償提供で検索したらば、まあ、載ってなかったんですけど、まあまあ,、まあ、あた見とるわーって、偉い、偉いわーって、で、あの、その方がですね、やっぱあの、若い頃ですね、熊本にやっぱり5年、 仕事でいらっしゃったそうなんですよ。で、交通センターで酒飲みよったわーとかおっしゃってらっしゃいましてですね。ありがとうございますって。社長、応援するから、熊本から応援するからな。頑張れや頑張れやバシェって来てられたら、ありがとうございますって感じで,ですね。もう本当にですね、嬉しいですね。もうそう言っていただけるというのは本当にありがたいことでございます。ですから、まあ、あの、そういう形でですね、頑張って、頑張って、頑張って配っていきますので、あのー、一応、10月1日、クラウドファンディング開始でございます。一応、募金、いや、ち皆様一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。 はい、今ですね。一生懸命業者様、あの譲り派のですね。清水さんがですね。原稿を作成中でございますのでですね。もう頑張って1日から見れるようになってますので、ホームページの方からですね。撮影よろしくお願い申し上げます、えー、それとですね。あのもう一つ。これは個人的なお願いでですね。やっぱあの？ お仏壇場売らんことには軍資金場稼がない関係ですね。あの今日熊本日日新聞の方にですね、広告が入っております。えー、今日は3面だからいいところですね。経済面の3面の、この、こちらですね。はい。 あのプレスケちゃんもですね、よろしくみたいなです、プレスケちゃんも載ってますけどです、ね、ふわまとは日日新聞3名広告が入っております、それと、RKK 水戸黄門テレビコマーシャルですね、これは夕方の3時50分からでございますので、ちょっつ見てやってください。であのすいません、一つですねあの、お仏壇のお話がございましたらです、ね、当店からご注文、そして、もしくはです、ね、ご紹介ください。よろしくお願い申し上げます。でそちらをです、ねまあ、まあ軍資金形で,です、ね人を 吉野被災者の皆様にですねお仏壇って形で提供させていただきます一つよろしくお願い申し上げますはいではここまでこの動画を見ていただいてありがとうございますこれよりお礼を申し上げます皆様の開運をあってお祈り申し上げます